ディズニーランドなんて絶対に赤字にならねえだろうなって思ったよね。けどやっぱりそうやって赤字になったってことは何でもありの時代ですよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。会長のフェイスブックでも上げてらっしゃったかと思うんですけども、東京ディズニーランドであったとしても社員のボーナスのカットであったりですとか、そういった記事を目にしました。今までだったら本当に安泰というか、そういったように誰もからが愛されているような企業であったとしても、今どうしてもオープンすることはできない、そういった苦難に立っている企業、思い切ったリストラ、夢の国の現実感という記事があるんですけども、そういった状況に関しての、会長のまずは感想といいますか、ご意見そうですね。コロナでですね、本当にまさかっていうね、いろんなまさかっていうのがあってですね、ディズニーランドなんて絶対に赤字にならねえだろうなって思ったよね。けどやっぱりそうやって赤字になったってことは何でもありの時代ですよね。だからそういう意味で自分の会社は絶対に潰れないんだって思う、この気持ち、甘えが会社をダメにするんだなっていうふうに思いますよね。だからディズニーランドも世の中でそういうね、ことで影響を受けてるところだって、みんなまさかって思ってると思うんですよ。ですからそういう意味ではこのまさかをですね、やっぱり覚悟してやっていかなきゃいけないし、ディズニーランドは早くね、いろんな手を今つけてるわけですよ。ところが中小企業はまだ手をつけていないっていうところが結構あるような気がするんですね。ですからそういう意味では、でディズニーランドも多分コロナがこれで、例えば来年の4月か5月なくなんだったらボーナス出したかもしれないね。けど僕はなくならないと思うんですよ。ね、さっきもちょっと話したけど、ワクチンだって治療薬だって完璧じゃないですしね。それから70以上の人はやっぱり出歩かないわね、怖くてね。ですからそういう中でディズニーランドも早くそれを社員に知らせて、これしょうがないよね、赤字なんだからね。だから多分これから今年のボーナス、来年のボーナスは最悪の状況になるって皆さん覚悟した方がいいと思いますよ。それからやっぱりボーナスが、今給料の中でいろんなローンの返済の中でボーナス払いっていうのがありますよね。これでやっぱり相当ですね、困った社員が相当出てくる可能性があると思うし、そういう意味ではサラ金とかそういうところに走るようなね、人が結構出てくるかもしれないなっていうふうに思いますよね。それからもう一つね、最近ちょっとある六花亭さんの話をね、聞いた時に、あの会社はフローの所得だけでなく、ストックの所得を増やしていくんだっていう話で、自分のそのお菓子を売ってるだけじゃなくて、自分の持ってる土地の上にその六花亭っていう包装紙の入れ物を作った、 CI でブランディング作ったやつを、花をいっぱい、北海道で採れる花を全部植えて、それを見に来てもらうっていうのが今黒字化されてるんだけど、やっぱりストックで収入を上げるってことも考えた方がいいかなって思うんですよね。だから空いてる土地をですね、何か別のものに変えていくとか、今コンビニも良くないけれども、立地が良ければね、そういうところにコンビニを設置してですね、本業とはちょっと分けたような形にして、イメージを落とさない形で、そういうことをするとかですね、あとは不動産賃貸業をして、そういうものを作ってみるとかですね、何かそういうストック化もですね、考えてみる時代になったのかなって思うんですよね。ディズニーランドもまだ土地があるようですから、自分たちでやるだけじゃなくて、ホテルをね、建てさせてますけど、ちょっとホテルはもう多分ディズニーランドの前にホテルは建たないだろうと思うので、それ以外のもので何かストック化っていうものを考えたかどうかなと思いますよね。本日は YouTube 見ていただいてありがとうございました。100年続くためには次の代にバトンタッチしていかなきゃいけないんですね。ですからそういう意味では会社の社長さんから後継者の人にぜひ見ていただきたいんです。それから YouTube のね、チャンネルの登録もぜひよろしくお願いしたいと思います。またいろんなこれから情報をお伝えしますので、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。